こんにちは、ベンジです。パチプロ風運録5の続きをやっていきます。今回は乾戦ですね。もう準備万端です。あの運99まで上げました。移動を繰り返して移動繰り返すとね、上がったり下がったりするけど、上がる方が多いんで、結果増えるっていう。その前にちょっとなんだっけ、ユータだっけ、寂しがってんじゃねえのか。あれいる桜子、お前家にいなかったか。あれあ、まあでも重要な NPC だからいないと困るか。ベンジ君おはよう。なるほど普通に仕事はしてると。あ、ユータだった。お姉ちゃん最近やたらと元気なんだよね。なんでだろうね。恋人でもできたんじゃないの。よし、じゃあ行こう。パーラーつかないでね。ついに乾と戦うか。よよ。おお、お前か。なんか用か。パチンコ勝負をしてくれ。何？俺と勝負したいって？いいだろう。いっちょもんでやろう。それで何をかけるんだ。じゃあ、1割でお願いします。いいだろう。頑張れよ。準備はいいな。おい、これから勝負する相手に頑張れよだと？ちょっと舐めてんな。ハイエナ乾。超時空怪物、浅井ベンジ。怪物になっちゃった。いや、乾の技はなんだ？まあ、大当たり引くって技だとは思うけど。レベル4で出す技だとちょっと強い。5の技だったら、まあ運次第。1万発ね。OK、行きましょう。まずマリンモードにして。よし。いい滑り出しだ。いやー、ゲージ溜まるの早いよな。でも、そこまでじゃないか。ノーマルでは当たらんのよな。なんかちょっと早いくらいだね、有名にゲージ。いけるぞ。これはいける。え、っていうか、もう全然回ってねえ。どうした、釘、悪いか。あ、大丈夫だな。かまかま。うわ。ここで入ったら超楽なんだけど。これいいです。ここ入ってくれていいよ。うわ、当たった。これが運99の力か。すげえ、2回転オスイチだよ。オスイチの定義って結構人によって違ってて、お座り一発の略なんですけど、座って1回転目で当たったか、ワンポチ、500円分で当たったか、人によって言い方が違うんで、1000円っていう人もいるかもしれない。はい、まあお席、私はワンポチ派。はい、じゃあこのまま時間中にゲージを貯めてさあさあ打ちましょう。うわ、乾も普通に当てやがった。やっぱ強えな。あっちも運いいんだよ。はい、最終ラウンド最後でサムがマリンを持ち上げれば確定。マリンモードはマリンチャンスがないんで、ハワイモードだけマリンチャンスがあって、ラウンド中に昇格の可能性がある。ないね。じゃあ燃える魂でガンガン行きましょう。まだか。すぐ弾発。よし。いや、乾が確変かどうかなんだよ問題は。今のところリードしてるから。じゃあ、おお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 、あわー、一応マリンリーチ頼むぜ頼むぜ。
裏サメでもいい、裏サメでもいい。きた、強っ。え、運の要素すごいなこれ。運99だ、こんなに当たんの。いやってことなのかな、どうなんだろう、たまたまかな。でも明らか違うと思う。すげえ、時短でも格変でも関係ねえぞこれ。いやでも次ハマったりしてる。はい、じゃあ今のところすごく印象してます。うわ、イヌイ引きやがった、格変だったか、速攻引いたわ、イヌイも。いや大接戦だぞこれ。次も時短ですぐ当てないとな、向こうの方がゲージが溜まってるから。はい、頑張りましょう。結構このまま次のイヌイが早く当てるとまずいんだよな。こんなに強いか。サムサム来ない。クレートザワンダー参与。自慢じゃないですけど、私あのパチンコメーカーのなんつうの、そういうサブタイトルというか、なんつうの、キャッチフレーズか、あれね、まあ今もう結構忘れちゃったけど結構覚えてたんだよね。遊びに真面目、人生の1割くらいは遊んでいい。うわ、すげえ、速攻当てるよ。1回転で当ててんじゃねえのか。これはあれかな、もしかしたら乾の本気モードなのかもしれない。最初にリードしちゃったからこうなってるのかな、それはちょっと分かんないけど。やばいな、確変引いてないからとかそういうのじゃないんだよな。グッドライフ、グッドライフ。来た、魚群。いいぞいいぞ。ゲージも結構溜まっててそんなに差もついてない。ここで当たるんだったらいいぞ。反発でいいぞ。はい、よし。走んないけどいい。まだまだ全然いける。でゲージ4まで溜まったから次の時短でも回る魂は一応使おうか。面白くなってきたね。犬井くん今度はちゃんとハマってくれてるかな。でレベルいくつで必殺技を出すかで、まず必殺技を出してほしい。4か5かどっちだろう。一応まくった、まず4ね。来ないね、来ないね。じゃあレベル5で当たり引くっていう技、それが海の王だとまずいんだけどな。相手の必殺技を表示してほしいよね。まあ後のシリーズでは表示されるようになったんですけど、この頃は、ね、まだされないです。すぐ使うだろうな。使わないね、使わないね。まだまだ、じらせじらせじらせ。ああ使った。え、待って、レベル4技だぞ。レベル1残ってるから。え、じゃあ皇帝の心眼か運命の風車かってとこだろうな。皇帝の心眼確か4だよね。目押しして大当たり引くっていう技。あれって意味からもらったの？そうかもしれない。保険心眼かもしれない。こっちはレベル5になったら速攻海の動きだ。まだ勝ってるから。これで確変つければ、うん。その確変だけで最後まではいけるな。まだいける、まだいける。いいぞ、いいぞ、いいぞ。
まだね、この燃える魂終わるまで使えないんで。あと10秒が長い。追いつかれる、追いつかれる。やべえ、早えよ。はい、ここでファミリー1と。いいね。あ、今違うか、赤魚群に来たかな。すごいかな。はい、マッスルリーチ初めて見たかもね。マッスルリーチだよね、あの確か。なんか名前ついてるんですよ、リーチに。よし、いいぞ。やっぱ大接戦だな。これが乾が単発だったら勝てる。また1ゲーム連とかさせてくると、怪しくなってくるね。お、乾の当たりが終わった。あとはどっちが先に引くかの勝負よ。乾がレベル5まで待ってくれるんだったら、だいぶ可能性出てくる。うわー、出た、発見だった。じゃあ私も速攻で当てないとこれはまずいね。差は300ってところか。厳しいね、これは厳しい。1回転で当てないと厳しい。頼む頼む、頑張れ頑張れ頑張れ。うお、1回転目、あわ、ここで当てる、当てれば勝つぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。マリンちゃんマリンちゃん頑張って餌付けして。あ、ちなみにこれ餌付けリーチって言います。あ、餌付けリーチとは言わねえ。マリンリーチ、うお、来た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 。いや、ギリ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 、やばい、間に合わないか。頼む頼む、まだ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。入れろ。よし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 、勝った。ギリギリだよ、マジでギリギリ。いや、まだ安心はできない。ちょっとなんか弾の跳ね方が変わるだけで、負ける。ちょっとアタッカーに入らない時間があったりしたら、まずい。いや、20発とかだよ。うわ、怖え。めちゃくちゃ僅差だよ。やばいやばいやばい、やばい、早く入れて早く入れて。あともう釘勝負よこれ。頑張れ。いや、頑張りようはないんだけど。こっち見ようか。もう画面なんて見てる場合じゃねえ。ここだ。頼む頼む、すんなりすんなりアタッカー入ってくれ、すんなり入ってくれ。ギリだ、マジギリだ。でも100発差ついてる。いけるぞいけるぞいけるぞ。お、ちょっと離してきた。頑張れ。カウントはいくつだこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。カウント9だね。よし、これは勝ったろ。ちょっと頼む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 。よし、あぶねえ、マジでギリギリ。さすが序列2位。つかない町パーラーつかない、ハイエナと呼ばれているパチプロ乾とのパチンコ勝負に勝った。よかった、1回で勝てたな。ということはですよ、これであとは吸血鬼神谷を残すだけということになりましたね。どうだろう、パチプロランク上げる必要はないのかな。今ね、2位にはなってないはず。いけ、今日のところはお前の勝ちってことにしておいてやる。よし、パチプロランク今いくつだ。6位、6位なんですよ。そうなんですよ。で、時間経ったら、あ、運すげえ減った、70になってる。じゃあ今回ここまでにして、次回は
また運を99にして、もう今99であれだったからね、結構神谷はねスキル溜まるのが早いし、で鋭さっていうところがね、どう上げればいいか今のところちょっと分かってなくて、で鋭さが何に影響するのかも分かってないんだよな。だから、まあ、鋭さを上げるかどうかだよね。まあ、こうやって運が上がります。これを繰り返すんです。これで、次のとこ移動したら今度バックで戻って、また移動して運を上げてみたいなのを繰り返します。あの、運を99にするには。桜子はどっちにいるかな？家にいるかな？工場にいるかな？まあ家にも工場にも両方いるんだろうけど。で、風呂入って、清潔、これ寝るとまた清潔度が下がるんで、清潔度も運もマックスにしておきますよ。よし、じゃあ勝負の後だから、ちょっと桜子に癒してもらおうよ。桜子のためにベッドとかね、本当は買ってやった方がいいんだろうな。あ、いない？あ、いない！マジか。昼間はじゃあ、工場にいるんだ。なるほどね。はい、じゃあ、いいでしょう、ここで。じゃあ次回、おそらく最終回になります。神谷との最終決戦、やっていきましょう。まあ、ボコボコに言わしてやりますよ。はい、ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。